新垣義行議員。新垣義行議員。はい、おはようございます。沖縄自民党無所属の会、新垣義行、一般質問を始めてまいります。順序なんですが、3、4、5、その後1、2というふうに、順序で進めてまいります。それで3番から。大門さん、沖縄県総合運動公園について、括弧1、レクリエーションプールは地域住民の観光客にとって重要な施設ですが、現在幼児用プールを除いて利用停止となっています。閉鎖の理由や工事の進捗状況、予算の確保などについて、今後の計画について伺います。前川智弘土木建築部長。はい、レクリエーションプールについては令和5年3月に漏水による水位の低下が確認されたことから、幼児プールを除いて利用を停止しております。現在漏水の原因を調査しているところであり、原因が判明次第改修工事を実施する予定であります。以上、新垣義行議員。休憩お願いします。休憩いたします。はい、議長。新垣義行議員。はい、過去、コロナもあったんですけれども、この、入場者数は今、どうなってますでしょうか。前川智弘土木建築部長。はい、コロナ前におきましては、約5万人から7万人で推移をしておりました。令和2年度、コロナ緊急事態宣言のため、完全閉鎖したことから利用はございませんでした。令和5年度は、幼児プールのみを7月から9月開放し、約1万6千人の利用となっております。議長。新垣義行議員。はい、やはりこのレクリエーションプールにおいて、多くの方が入場してきますので、自分も総合公園とっても大好きで、先週だ土曜日も4歳のわらばがいるんですけども、一緒に行って、朝はもう自転車から始まって、大型遊具施設に行って、もう ルーティンがあるんですけども、最後はプールに行って、アイシングして帰るんですね。そういったところで、やはり地域の観光客だったりとか、地域の皆さんがよく使う施設ですので、こういったウォータースライダーなんかも、沖縄の国書ではやっぱり劣化が始まっていきますので、そういった粉がですね、なってまた修繕の対象になっていきますので、今後の計画ですね、具体的に私としては早く使用してほしいんですけれども、具体的な計画についても一度お伺いします。休憩いたします。再開いたします。前川智弘土木建築部長。はい、先ほどお答えいたしました通りで、漏水の原因が未だちょっと特定できていないというところでございます。漏水の調査を行いまして、早急に原因を判明させまして、改修工事を実施したいと考えているところでございます。新垣義行議員。漏水のやっぱり原因がつかめないというところで、やっぱりこの入水のところなので、大型の修繕の工事が入るのか、本当にもう企業であればもう本当に死活問題ですので、そういったところ、県民の健康維持として、ありますので、本当に、いつまで調査を終えて、いつからまた修繕に入るのかですね、本当に早めに早期にやってほしいんですが、いかがでした。前川智弘土木建築部長。はい、議員ご指摘のとおり、レクリエーションプールにつきましては、広く県民に利用されている施設であると認識をしております。一日も早い漏水原因の究明に努め、早期修繕に取り組んでまいります。新垣義行議員。議長、続いて、括弧2の下流市広場の改修工事について、お伺いいたします。過去に下流市広場の閉鎖の理由や今後の改修工事の予定について伺います。前川智弘土木建築部長。下流市広場の遊具については老朽化が進んでいることから、
令和3年3月から利用を全面停止しております。令和5年度より誰もが遊ぶことのできるインクルーシブ遊具を導入するなど全面改修工事を実施しており、令和6年度内の供用を予定しております。委員長、荒垣義行議員。はい、この仮牛広場も、ちょっと見えにくいんですけれども、この、下の遊具の下のところがあのラバーになっていてですよ、ここが長方形というかの安全マット、それ安全マットになっているんですね。でそこが今度の改修でこのちっちゃいお子様もしくは支援 の必要な方々にとってはこれが障害になるわけですよ。なので次の改修計画にとってはこの下のラバーはどうなってますか。前川智弘土木建築部長。はい、仮牛広場の安全マットにつきましては経年劣化などによる剥がれが生じておりましたが、遊具の改修工事と合わせて安全性や利便性の向上が図れるようゴムチップ舗装への改修を予定しているところでございます。荒垣義行議員。はい、本当に、地域には特別支援学校であったり保育所だったりといろいろこの、仮牛広場を利用してますので、そういったユニバーサルデザインに応じた安全で快適な施設になるようよろしくお願いいたします。休憩お願いします。休憩いたします。はい、再開お願いします。再開いたします。荒垣義行議員。続いて括弧3、体育館フロアの床改修の計画はどうなっているかお願いします。前川智弘土木建築部長。はい、体育館床については経年劣化が進んでいたことから令和5年度にシート合板の重ね張り工法により改修を行っております。重ね張り工法の採用により季節床面との段差が生じていることから現在段差干渉対策について検討を行っているところであります。今後は幅広く関係者と意見交換を行うとともにできるだけ早期の段差解消に向けて取り組んでまいります。以上、荒垣義行議員。はい、前定例会で、高橋議員が障害者の立場から少しの段差について質問していました。私は競技者の立場からお伺いします。特にバレーボールですよ、弾いてしまうと選手を追ってその段差のところに行ってしまうとやっぱり床は平面と思ってしまいますので、そこで足首をくじいたり、特にママさんバレーなんか一生懸命ですので、そこでやってしまったらもう一生 の松葉杖ですよ。そういったところもしっかり、水平に保っていけるように、やっぱり体育館はそういった施設だと思いますので、そういった件も含めて今後の修繕どうですか。前川智弘土木建築部長。はい、競技の使用状況によりまして段差が支障になっているということは認識をしております。今後幅広く利用者の意見をお伺いいたしまして、早期の段差解消に向けて取り組んでまいります。はい、議長。荒垣義行議員。はい、お願いします。続きまして括弧の4、東屋は公園利用者にとって重要な休憩スペースであるにもかかわらず、その利用があんまり進んでいないと感じます。現状の認識と今後の方針を伺います。前川智弘土木建築部長。東屋については公園内で38箇所設置されており、休憩施設として多くの来園者に利用されているものと認識をしております。一部の東屋については老朽化が進んでいることから今後改修に向けて検討してまいります。荒垣義行議員。はい、やはり東屋も、おととい子どもと自転車で回っているときにもやっぱり海辺の方はもう劣化してもう使えない使用の不要な状態でネットがされてました。そういったところも子どもたちが休憩してそこで親子で海を見ながら会話したり水を飲んだりとかですね、そういった場所もしくはイベントがあるときにも待ち合わせの場所東屋1で集合しようなとか、いろんな活用方法、また地域の交流の場としても活用できるところなので、そういったところも含めながら、地域の交流と文化の中心であり公園を訪れる人々にとって重要な休憩場所であり、健康維持やレクリエーションの場として、役立ててほしいと思いますので、今後の東屋のですね、活用についても検討いただきたいなと思います。続いて括弧の5、立体駐車場、括弧の5、駐車スペースについて、特にイベントが重なったときの駐車場の不足や災害発生時の避難の観点から立体駐車場の整備が有効と考えるが、現在このような検討がなされているかお伺いします。
前川智博土木建築部長。駐車場については公園内で約1100台を確保しておりますが、大会イベント時の駐車スペースは不足している状況にあります。今後駐車場の増設を検討していくこととしており、防災上の観点から立体駐車場の整備についても検討してまいります。荒垣義之議員。はい、ありがとうございます。やっぱり先週土曜日も、ミニバスケットの大会があったりで、障害者スポーツの大会があったり、もういっぱいいっぱいで、やはり他に使いたい場所を使いたい方々が待ってるわけですね。そういったところも立体駐車場を、使うことで、作ることで、解消したりですね、あとは災害時、特に、津波発生時の垂直避難場所として有効かなと思います。限られた土地を活用しつつ、防災対策としての機能も期待でき、住民や利用者の安全確保に貢献すると思います。例えば4月の台湾沖地震についても、その周辺の、避難の状況、車の移動の状況はどうだったでしょうか。前川智博土木建築部長。津波警報発令時の来園者避難状況につきましては、指定管理者におきまして避難を呼びかける園内放送を行うとともに、各施設や園路を巡回し、速やかに東御台や陸上競技場スタンドなどの避難場所へ誘導をしているというふうに、指定管理者の方から対応をしているというところでございます。荒垣義之議員。やはり、園内にいる方々は競技場、スタンドであったりとかあるんですけれども、やはり車を使って避難場所へ行くというところは、やっぱり渋滞があったと聞いてますので、そういったところもやっぱり何回まで上げられるか分からないんですけれども、そういった対策も私は必要じゃないかなと感じますので、ご検討よろしくお願いいたします。続いて、第問4、河川整備について、括弧1、国場川周辺地域では、近年の集中豪雨の頻発により、たびたび浸水被害が発生しています。拡幅工事の早期整備についてお伺いします。前川智博土木建築部長。国場川については昭和47年から河川整備に着手し、整備延長約 8.3km のうち、河口部から平原橋付近までの約 7.3km が外整をしております。令和5年度末時点の進捗率は事業費ベースで約 93% となっており、令和13年度の完成に向け稼働掘削及び護岸整備を行っているところであります。近年の浸水被害といたしましては、平成13年の台風19号により床上浸水が3棟発生しております。県としましては引き続き浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでまいります。荒垣義之議員。はい、この宮平地域の方からちょっと意見がありまして、私のお家の前の、国場川通っているんだけども、最近国場灰原与那丸バイパスが整備されたことによって、その雨水排水が流れていると。で、安里又川から来る河川についても同時に私のところの中間地点で、ポイントで来るので、相当な勢いで来る。で、そこで渦を巻いて私の庭のところが土砂が削られてるんだよっていうところがありましたので、そういった河川周辺の方々の生命財産をしっかり守るべきでもありますので、早期にもう 93% まで来てますので、なんとか上流をしっかり整備もう少しやってほしいんですが、意気込みをお願いします。前川智博土木建築部長。はい、防災減災のため河川整備は重要でございます。議員ご指摘のとおり、現場の状況等もよく確認をしておりますので、早期の整備に向けて取り組んでまいります。休憩お願いします。休憩いたします。再開お願いします。再開いたします。荒垣義之議員。続きまして、第問4の括弧2、国場川の土砂の堆積により川の流下能力が低下していると感じます。現時点での土砂堆積の状況をどう評価していますか。また川の氾濫や浸水被害が頻発している状況を踏まえ、浚渫工事が行われていない状況をどのように考えているかお伺いします。前川智博土木建築部長。県管理河川において河石が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範囲内で順次浚渫や除草等を行っているところであります。国場川については、一部区間において土砂の堆積や雑草木の繁茂が見られることから、県としては浚渫工事の必要性を認識しており、浚渫の実施に向け検討しているところであります。
引き続き国場川の浸水被害の軽減など防災県議会に努めてまいります。荒垣義行議員、はい、この、写真ご覧ください。これは、宮平の地域なんですけれども、もうやはりもう、草木が繁茂していて、だいたいこの辺りが、道路の、上部になるんですけれども、ここの地域でもやっぱり雨水排水が排水されずに、冠水するところがあるんですね。排水能力が低いわけですよ。やはり土砂をしっかり浚渫していけば排水して流れていきますので、ここでよく集中的な豪雨が降ったときに車が 2,3 台やっぱり止まるわけですよ。そういったところもありますので、これがちょっと宮城の上流続いて、沖縄県立盲学校の、こっちが盲学校ですね。で、こっち河川、先ほどの宮平の、地域は上流の方なんですけども、やはりここに失礼、ここにおいても盲学校があります。でこの100メーター先には歪曲して河川が流れてるんですよ。だそこにおいてももしかしたらここまで行ったことないんですけれども、土砂が溜まっている、もしくはここ の, 国道329号線沿いも豪雨が降ったときには波打って、冠水しているわけです。で盲学校 の, 生徒たちもいるわけですので、そういった障害者の配慮だったり、盲の方々がこちらによく生活しています。そういったところも含めて安全対策やっていかなければいけないと思いますが、来年度絶対つけてほしいんですが、いかがですか。前川智博土木建築部長。はい、浚渫工事等の財源といたしましては、緊急浚渫推進事業債や県単の河川維持費などがございまして、現在、緊急浚渫推進事業債にかかる国の動向を中止をしているところでございます。令和7年度の予算確保に向けて検討してまいりたいと考えております。休憩お願いします。休憩いたします。再開お願いします。再開いたします。荒垣義行議員。続いて大門5道路整備と景観について括弧1、国道507号バイパスの塚山トンネルは、雨天時の漏水や道路冠水が報告されています。改善策や補修計画はあるか伺います。前川智博土木建築部長。県ではトンネル等の道路施設について定期点検を実施するとともに、長寿命化修繕計画に基づく修繕更新等の対策を進めております。国道507号バイパスの塚山トンネル修繕につきましては、令和7年度に設計を行い対策を進めてまいります。引き続き道路の適正な維持管理に努めてまいります。荒垣義行議員。このトンネル、6月の豪雨がありましたが、その時にもトンネルとの隙間でもう本当に滝のように雨水が流れていたと。でそこの、道路も、通行止めにしていたと聞きますので、やはりここの507号線、1日にたくさんの車が往来します。いつ災害が訪れても安心できる管理体制、そして、通行止めによる経済的損失を出さないように、日頃からの維持管理よろしくお願いいたします。続けます。括弧2、国道507号塚山バイパスの九人道橋付近における擁壁道路の沈下、車線を覆う草木の繁茂、そして不法投棄の問題について改善策はあるかお願いします。前川智博土木建築部長。はい、国道507号塚山バイパスの国人道橋付近において道路区域内に雑草木が繁茂し、ゴミが散在している状況にあります。現在当該箇所の改善に向けた除草清掃等を行っているところであり、今後とも地元自治体と連携し良好な道路環境の維持管理に努めてまいります。休憩お願いします。休憩いたします。はい、再開いたします。荒垣義行議員。こちらが国道507号、灰原南インターから上がってきたところで、ここから迂回して、国人道橋に行くんですけれども、もう繁茂して、います。で迂回したところで警察本部長、今、画像ご覧ください。この、車線、道路が、車がしっかり通れる道路でしょうか。前川智博土木建築部長。
はい、この写真の状況の箇所でございますが、今道路区域外等からの雑草木が繁茂しておりまして、適切な通行空間が確保されていないという状況でございます。県としましては、除草等によりまして適切な道路空間の確保に努めてまいりたいと考えております。議長。荒垣義行議員。はい、もうこの車線が草木が繁茂して通れないわけですよ。で地域の方々がよくこっちで交通事故があると、国道507号から迂回してくるところで、ここら辺また早原南インターからオフランプから渋滞しているので、通過交通をする車、これが朝の渋滞で事故があるわけですよ。またここ南西中学校学校があって子どもたちも通学路となっています。そのところに今現在、不法投棄もあります。他にもまだ今一部ですけれども、他にもたくさん自転車だったりいろんなこともあるんですよ。そういったところで不審者対策であったり、今やっておかなければ、交通の状況、不審者対策、道路の草木の管理、これがなされてないので、今後の計画を管理計画を伺います。前川智弘土木建築部長。はい、県管理道路におきましては、道路パトロールによる発見ですとか、住民の皆様からの通報を受けまして、その都度、維持管理業務におきまして、不法投棄ごみの回収などを行っております。不法投棄の多い箇所につきましては、引き続き、注視をしてまいりまして、未然防止に努めてまいりたいと考えております。議長、休憩いたします。休憩いたします。再開いたします。荒垣義行議員。続いて、第問5の括弧3、県道82号線、八重瀬町の朝岸公民館付近なんですけれども、歩道街路樹が電線に接触したり、根っこがアスファルトや林家の、塀に影響を与えています。改善策を伺います。前川智弘土木建築部長。はい、県道82号那覇糸満線の八重瀬町岸においては、街路樹による舗装破損等を確認をしております。対策につきましては、舗装破損の原因である街路樹の撤去ですとか、舗装補修工事の実施を検討しております。引き続き適切な道路の維持管理に努めてまいります。はい、議長。荒垣義行議員。はい、この、林家のお家なんですけれども、やはり木の実が落ちてきたり、たくさん、風があるときには来るわけですよ。で、根っこのところももうアスファルトを割って、高齢者の多い地域ですので、そこら辺も何ですかね、電動自動車じゃない、ちょっとした小さい車両で高齢者の方々もゆっくり、これが何ですか、倒れる原因にもなりますので、そういったところ、根っこ対策、電線、台風が来たときに接触して切断する恐れもありますので、そういった対策、もしくはもう今これが大木になってきているので、低木でもいいんじゃないかな、そういった変更なんかも必要じゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。前川智弘土木建築部長。はい、樹木の伐採等につきましては、地元の皆様のご意見なども頂戴しながら、対策については検討してまいりたいと考えております。荒垣義行議員。休憩お願いします。休憩いたします。再開お願いします。再開いたします。荒垣義行議員。続いて第問5の括弧の4、観光立県沖縄として何恥じない路肩の雑草対策や、景観美化交通安全対策の管理計画はどうなっていますか。前川智弘土木建築部長。はい、県管理道路の雑草対策については、沖縄県景観向上技術ガイドラインに基づき、性能規定方式による除草管理を導入し、草丈が常に低い状態を維持する取り組みの効果が現れてきているものと認識をしております。またチラシも沖縄花と樹木の沿道景観計画に基づき、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成にも取り組んでおります。引き続き道路利用の安全と良好な沿道景観形成に努めてまいります。荒垣義行議員。はい、これは、道路標識と
まあ、その下にも、交差点の中央部の部分でやっぱり自分はハイバル住んでるんですけど、いろんなところでこの雑草の、繁茂が高すぎて、もう成長しすぎて、子どもたち の通学路 の妨げになっている、もうヒヤリハッとする場面がたくさん見受けられます。でそういったところも本当に、交通量が多いところは暴走シートであったりとか、何ですかね、通行を妨げないような管理の仕方が必要じゃないかなと思いますけれども、いかがですか。前川智博土木建築部長。はい、雑草の繁茂につきましては、議員ご指摘の通り、歩行者の安全、車両の通行の支障となるなど、場所によりましては危険な状況が見受けられますので、その地域、場所の状況に応じた対策を検討し、交通安全に努めてまいりたいと考えております。荒垣義行議員。はい、各校です。道路案内の標識、看板が劣化により、機能を果たしていない箇所があります。修繕交換計画の進捗や観光災害時の案内板の重要性を伺います。前川智博土木建築部長。はい、県では道路標識などの道路施設について、日常の道路パトロールなどにより劣化状況や修繕箇所の把握を行っております。道路標識表示板の修繕については、劣化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順次実施をしております。道路標識は県民および観光客のニーズ、観光利権を受けなとして大変重要であることから、引き続き道路標識の修繕および道路の適正な維持管理に努めてまいります。荒垣義行議員。はい、やはり沖縄は車社会であります。観光客もレンタカーに乗っていろんな観光地を回るんですけれども、やはり、昨日も正議員からもありました、290箇所において、道路標識が、まあ、見えづらいと。そういったところも、まあ、カーナビはあるんですけれども、しっかりその場で確認して、通行していきますので、もうそういうもう雑草もそう、表示板もそう、うついむちの心で観光客を迎えて、ハワイとかいろんな海外行った時でも立派にやってますよ。そこも沖縄県もしっかり観光客立県沖縄として、やる必要がありますので、そういった本当に管理 の進捗、管理計画についてもう一度お伺いします。前川智博土木建築部長。はい、世界水準の観光地にふさわしい道路景観の形成を目指しまして、土木建築部におきましては、道路管理課に新しく景観対策室を設置するなどの取り組みを強化しております。引き続き道路景観の維持に努めてまいります。荒垣義行議員。休憩お願いします。休憩いたします。再開お願いします。再開いたします。荒垣義行議員。最初に一番に戻ります。第1、重度心身障害者医療費助成制度について、現物給付、窓口無償化を実現してほしいが、現状と課題をお伺いします。北島智子生活福祉部長。はい、お答えいたします。重度心身障害者医療費助成の現物給付の導入につきましては、実施主体であります市町村へ、令和5年の4月時点で意向調査を行っております。その結果、現物給付での導入を検討したいとする市町村も、一部ございますが、自動召喚方式の維持を希望する市町村が大部分となってございます。その理由として、現物給付による医療費の助成を行う場合、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置が行われて、市町村財政に負担が生じるということになっております。県におきましては、全国知事会等を通して、国に対し、国民健康保険の国庫負担減額措置の廃止等を要望しているところでございます。以上です。以上。荒垣義行議員。はい、この受診に関して、子ども医療費助成は国のペナルティが廃止されたというふうに聞きました。この重心に関しても、灰原町に今データしか持ってないんですけれども、子ども医療に関しては対象が約9800、約1万人います。で、年間の助成が約2億8000万、約1人当たり、単純計算ですよ、年齢は年齢別には調べてないんですけれども、約年間当たり2万8000円。で、一方、重心の対象者は717名。で年間入院、通院合わせて約5500万使って、1人当たり7万8000円、約 2.12 倍あるんですね。でやっぱり家族の負担、償還払いとなると、
子供、兄弟抱えている子あの家族にとっては、今日、今、今日、自分もそうですけど、今日行く日だったり、いろんな今、子育て、子供、子育て、子供、女性で、本当に助かってますけれども、そういったところで、やはり手持ちがないと家族の負担になる。で、特に思春期の子供たちなんか、薬の調整がたくさんあって、本当に家族の負担が大変だと思うんですよ。そういったところは、もう、簡潔に窓口、の無償化でやってくれた方が家族として安心だし、で低所得者の方々に関しても上等だと思いますので、その辺またいかがですか。北島智子生活福祉部長。はい、ありがとうございます。議員おっしゃるようにですね、やはり大変な状況を抱えて病院に行かれる方々のことを思いますと、できれば窓口の方で無償化をしていただくということが望ましいんではないかというふうに考えておりますので、今後も引き続きですね、国の動向を重視しまして、子どもの助成金同様にですね、減額措置が廃止されるように訴えてまいりたい、要望をしてまいりたいと思います。荒垣義行議員。ぜひ知事、これは実現していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。第2番、子どもの体力向上について、括弧1、小学校高学年への体育専科の導入は、より専門的な指導を構築する上で、体力、栄力の向上だけでなく、将来の運動習慣の確保、運動不足に起因する社会保障費の抑制、教員の負担軽減など、メリットは大きいと考えるが、見解をお伺いします。半峰光教育長。お答えします。県教育委員会では、昨年度、離島を含めた県内の小学校13校に、体育、専科等教諭を配置し、児童の体力向上と教職員の負担軽減を図っております。スポーツ庁が令和5年度に実施をしました全国体力運動能力、運動習慣等調査において、配置校においては8項目中6項目が全国平均を上回っており、体育、専科等教諭配置の成果が現れております。また、配置校の教職員アンケート結果から、体育専科の配置により時間のゆとりが生まれ、事業改善につながっているというふうに聞いております。以上、荒垣義行議員。多大なる効果が得られているわけですよ。なので、例えば県内小学校に3名の体育専科を配置した場合の、財政的な予算出てますでしょうか。半峰光教育長。はい、小学校専科を3人、まず小学校に配置した際の財源的な予算を試算しますと、約1800万円が必要になると見込んでおります。また、この小学校全校3人を配置した場合、全校にですね、配置した場合においては、約46億800万というふうに試算をしているところです。荒垣長。荒垣義行議員。はい、今年の教育採用試験で、体育科、中高特殊の受験生は何名らしました。半峰光教育長。はい、令和6年度実施教員候補者選考試験においては、中学校が240名、高等学校102名、特別支援学校36名の計378名が受験をしております。議長。荒垣義行議員。やはり小学校の先生方、女性の先生方、特にこの酷暑の中、外での体育指導、やっぱり専門的な体育になりますので、子どもの、体の使い方だったり、教科がないときにはありますの、しっかり有効活用できますので、そういったところも体育専科の導入に向けて、しっかりとご検討いただきたいなと思っております。以上です。